はい、続きましてですね、はい、こちらの無線 LAN 対応リモコン、うんうん、まあ、能率の中では、はい、見守り機能付きリモコンって言ったりしてるんですけども、こちらのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、で、まずこのリモコンの説明に入る前にですね、杉谷、はい、さんの質問なんですけども、お風呂の中でですね、はい、年間残念ながらなくなってしまう方ってどれくらいいらっしゃると思いますか？ごめんなさい、正直全然想像がつかないんですけど、はい、はい、実はですね、はい、年間1万9000人ぐらいの方がですね、1万9000人が亡くなってしまってるんですね、はい、実はですね、これって交通事故で亡くなられてる方ってですね、はい、年間に4000人ぐらいいらっしゃるんですけども、え、じゃあもうざっと5倍近く、なので交通事故のお風呂で起こる事故が非常に多くなっております、はい、そこでですね、はい、まあ、弊社としても何とかしたいということで対策をしたいということで、うん、はい、今回ご紹介させていただく、うん、見守り機能付きのリモコンになっております。はい、はい、うん、ちょっとご説明させていただきますね。はい、はい、あのお風呂のですね、事故で多いのが、はい、ヒートショック。ヒートショック、はい、それからとのぼせたり、うん、お風呂の中で溺れていなくなっちゃったりっていうのが多いんですけども、うんうんうん、ヒートショックってご存知です？いや、ちょっと今回初めて聞きましたね。はい、ヒートショックってですね、はい、特にこの12月から2月にかけての寒い時期に多いんですけども、うんうん、どんなことかというとですね、はい、まあ、お風呂に入るときに、うん、部屋の中暖かくて、はいはいはい、お風呂に行ったら寒い、はい、で次お風呂に入ったら暑い、お湯の中に入ったら暑い、あ、で体を洗おうと思って外に出てきたら今度寒い、はい、で寒暖差、そうですね、暑かったり寒かったりっていうのを繰り返すとですね、体に対してですね、あまりいい影響が出なくて、それとも血管収縮が起こってヒートショックで倒れちゃうっていうのが多いですね。はい、じゃあもうやっぱり特に北海道の冬とかはそれがやっぱり顕著にやっぱり出てしまいますよね。そこでですね、はい、こちらのリモコンなんですけども、はい、こちらを使っていただくと、うん、お風呂に入るときにですね、入る、はい、まあ、普通にですね、お風呂の自動、うん、まあ、フルオートタイプなので、はい、この自動ってボタンを押してもらうとですね、はい、こちらをちょっと押しますね、はい、緩やか浴でお湯張りをします、はい、はい、まあ、うん、ここにですね、うん、浴室が寒くなっていますということで注意が出ます。はい、はいはいはい、これはですね、お風呂のリモコンこちらになるんですけども、うん、はい、こちらにですね、温度センサーがついてまして、うん、浴室内が15度以下に下がると、はい、気をつけてくださいねってアナウンスしてくれますので、あ、なるほど、はい、なるほど、まあ、その時には、まあ、お風呂の扉を開けていただいて温めるとかっていうことをしていただければよろしいかなと思いますね。はい、なるほど、そこまで検知してくれるんですね。はい、はー、すごい。ですね、実はそれだけじゃなくてですね、え、はい、あのお風呂に入るときにですね、うん、今ちょっと一回やります、ね、お湯張りを停止します。緩やか浴でお湯張りをします、お湯張りをします、するしないって出てると思うんですけども、はい、これはですね、うん、例えばお風呂の温度を41度って設定してたらですね、はい、あの緩やか浴をすると、はい、ぬるくお湯を張っといてですね、ぬるく、マイナス2度、はい、あの41度だったら39度にしといて、はいはい、人がお風呂に浸かってから、浸かってから、はい、浸かってから温めていくっていうことになって、体の負担を軽減するような、あ、じゃあ本当にそこでもその、あの温度の幅というか、はいはい、そこを減らしていく、そうですね、体の人に負担がかからない、ようにしております。続きましてですね、はい、のぼせとか、はい、お風呂の中でですね、まあ、溺れてなくなってしまうことを予防する機能がついておりまして、はいはい、同じくこちらの先ほど温度センサーって言いましたけど、うんうんうん、人感センサーもついてまして、お風呂にですね、はい、人がどのような状態になっているかっていうのをですね、検知しています。はい、どういうような状況、はい、例えばですけども、はい、まあ、浴槽に、まあ、お風呂の方に入ってきたらですね、はい、こちらの方にですね、うんうん、人が入ってきましたよっていうランプ、今ついてますけども、はい、ランプがつきま
ます。で、さらに浴槽に浸かると、浸かる、はい、ここがオレンジ色に変わってですね、今お風呂に浸かってるんだなっていうのは、うんうん、まあ、お風呂に入ってない方が見ることができるので、ってことですよ。それでですね、うん、まあ、第三者が見守りするっていうことができますね。なるほど、なるほど。はい、でさらにですね、うんうん、杉田さんお風呂って何分ぐらい大体入ります？僕綺麗好きな割には早くて10分ぐらいだったら、はい、もしですあの杉田さん、うん、10分ぐらいだとすると、はい、お風呂に浸かるとですね、うんうん、こっち側に今何分ぐらい浸かってるんだっていうですね、表記が出るんですね。まあ、時間が出るんですね。自分が見るのもできますし、はい、第三者の、まあ、台所で作業されてる方とかテレビ見てる最中でもいいんですけども、うん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 、こちらのリモコンにも何分入ってるよっていうのが分かるようになってまして、ちょっと入りすぎじゃない、はい、いつも10分ぐらいなのにこれパッと見たら15分ぐらい、大丈夫かな、なんか言ったら大丈夫みたいな今日入電に体洗ってるなというのはですね、はいはい、分かるようになるので、もしその第三者の方が見たら、はい、ご家族の方が見て、うん、今日15分ぐらい入ってるなと思ったらですね、あれ大丈夫って声かけていただいても結構ですしね、非常に気づきやすいってことですね。そうなんですね、うん、これの多くがですね、はい、まあ、自分の多くは気づくのが遅れてなくなってしまうっていうのが多いので、あ、なるほど、そこを予防するというか、うん、まあ、対策するためにこのような機能がついております。やっぱり常時見てられるわけではないですからね。なるほど、はい、でこちらですね、うん、Wi-Fi の接続無線 LAN 対応にもなってますので、はい、あのこのリモコンが近くにない見れないような時があったらですね、うん、はい、携帯にアプリをダウンロードしてもらうと、はい、携帯から今お風呂に入ってるなとかお湯に使ってるなとかっていうのが分かる状態になってますので、そのアプリを入れて外出先からどういった情報が見れるんでしょうか？はい、はい、ですね、これで一番役に立つなと私個人が思うのは、はいはい、あの離れて暮らす家族、はい、例えば杉谷さんのご両親がこちらのリモコンを使ってたらですね、はい、杉谷さんがご両親がお湯を使ったなとかですね、はい、昨日お湯使ったなとかお風呂入ったなとかっていうのが分かるように、うんうん、アプリで見ることができるんですね。なるほど、ね、はいはい、なので毎日ですね、親のところに電話するのもあれですから、うん、はい、まあ、今日何したらちゃんとお湯入ったなとかお風呂入ったなとか、うん、例えばお湯を使ってるんだけどお風呂入ってなかったら、あら、なんか風邪ひいてんのかなとかですね、そういったことに使えるんじゃないかなと。いろんなことを、予測することができますもんね、その情報だけで、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、この Wi-Fi もですね接続していただくと家の中ではあのお風呂に入っている状況を見れたりもしますので、まあ、家の中と家の外と本当できることが多くありますので、はい、はい、まあ、ぜひこちらもですね、まあ、いろんな角度から見守っていただいてですね、はい、あの安全で安心なですねお風呂の生活楽しんでいただきたいなと、ね、そうですね、はい、それでは金子さん、説明ありがとうございます。ありがとうございました。まあ、今回、うん、あのこの2つの紹介をご紹介、2つをご紹介させていただきましたけれども、うん、まあ、まずはあの安全というところが第一で、うん、あとですね、うん、あのまあ、お風呂をですね楽しんでやってもらう、うん、ここが一番大事かなと思いますね。はい、やっぱりお風呂っていうのはですね、唯一一日の中でリラックスできる、はい、やっぱ非常に大切な空間ですよね。そうですね、うん、で毛利はですねお湯で人を幸せにするっていうのがですね、あと4人もありますので、はい、まあ、ここをですね、うん、まあ、ぜひまた森川さんにですね、はい、皆様に発信できていた、うん、発信できたらいいかなと思います。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。毛利さんの、こういった給湯器であったりとか、あのもし何か分からないよとか、あの、まあ、不明な点とかありましたら、山田機械工業もあの力になれると思いますので、ぜひ何かあのそういったところですねお問い合わせいただければあの対応させていただきます。それでは本日は株式会社ノーリスさんにお邪魔させていただきました。金子さん、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。杉谷さん、お疲れ様です。お疲れ様です。初めての出張はどうでしたか？
やっぱりね、いつも同じハッサム営業所で毎回撮影してるんで、今回非常にいい経験とともにちょっとリフレッシュした気持ちで、新鮮でした、はい、本当に、はい、なのでそうですね、またちょっとノリスさんともちょっとまたご協力いただいて、またちょっとショールームの方でまた少し撮影させていただければ、はい、非常に嬉しいかなと思います。そうですね、はい、本日はお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。